慶州市は大韓民国継承北道の歴史文化都市。東は日本海に面し、西は栄川市と清道郡、南はうるさい広域市、北は歩行市に接する。面積1324.41平方キロ。人口25万8156人。市のブランドスローガンはゴールデンシティ・クヨングジュー。白城王国の都、近城の地であり。 石窟案と仏国寺が1995年にユネスコの世界遺産に登録された。また、2000年には南山ベルト、月城ベルト、大量園に含まれる膨大内積と香る工事などが京州歴史地域として登録され、さらに2010年には市の北部、高等面に位置する両藩の伝統的民族村である両道村が安藤が海村ともに、 世界遺産に登録された。これで、同市内には三件の世界遺産が存在することになり、稀な世界遺産都市となった。韓国のことという点で、韓国国内はもちろん、世界各地から、たくさんの観光客が訪れる。現代的な建造物が、遺構の周辺にないという点で、ある意味で、当時のまま、街並みが残っている都市であると言える。また、 市街地東方にある不門ん地域では、新しい観光拠点としての開発が行われており、特急ホテルが立ち並ぶ。慶州市は全体に桜の木が多く、毎年春に慶州桜マラソンという大会が開催され、日本からも参加者がある。慶州は、古代には、白木王国の首都、金城として発展し、高麗体操圏が慶州と改称した。李氏朝鮮時代は、 慶州府と呼ばれ、1895年に慶州軍となり、1931年慶州面が優に昇格、1955年慶州優が市に昇格した。1995年に慶州市、軍が合併した。慶州市の行政区画ことという歴史的背景から、観光業、慶州宝酬に見られる、食品産業、近年では IT 産業など、 立地企業は多彩。日本海に面した海岸には月上限視力発電所も存在する。2010年11月1日に京府高速線の東手具駅不山駅間が開業し、京州駅より南西 9km の地点に新京州駅が設けられた。同駅には京油列車の約半数が停車し、最速でソウル駅まで2時間10分。 水彩駅まで1時間55分、富山駅まで28分で結ぶ。市内の一般列車路線はすべて無群派号での運行である。京州駅からソウル特別市への直通列車は、中央線経由の清涼里駅行きのみとなっており、約5時間半を要する。他に、霊東線に直通する西東津駅行きもある。東海線の列車は、東手具駅京州駅。 蒲田駅間の運転が中心となっている。慶州は、紀元前1世紀から10世紀にわたって、白木王朝の首都として栄えた町で、ユネスコ世界遺産も慶州歴史地域、石窟案と仏国寺の2地区が登録されている。それらの歴史文化遺産を目的に訪れる観光客が多い。ありがとうございます。